さんこんにちは。今年も11月9日から15日までの1週間、秋の火災予防運動が実施されます。そこで今回の暮らしの安全情報は住宅での火災予防についてお話ししたいと思います。火災予防運動は火災が発生しやすい時期を迎えるにあたり、住民の皆様に火災予防意識を高めていただくことで火災の発生を防止し、尊い命や財産を守ることを目的としています。今年も住宅防火対策の推進をはじめとした重点目標を設定し、取り組みを進めています。それでは住宅火災を防ぐために、特に気をつけていただきたい防火対策について3つご紹介します。1つ目はストーブによる火災の防止です。就寝前は必ず電源を切る。電気ストーブを原因とする火災が多くなっています。就寝前は必ず電源を切る習慣をつけましょう。火をつけたままの給油・移動はやめる。灯油がこぼれたり転倒したりした際に火がついていると非常に危険です。火を確実に消してから行いましょう。ストーブの周りは物を置かない。洗濯物がストーブの上に落ちたり、スプレー缶が温められて破裂するなど火災の原因になります。ストーブの周りは整頓し物を置かないようにしましょう。2つ目は放火による火災の防止です。燃えやすいものを屋外に置かない。古紙や段ボールなどを屋外に出しておくと放火される恐れがあります。ゴミはゴミ出しの日まで屋内で保管し、家の周りに燃えやすいものは置かないようにしましょう。暗い場所は照明で明るく。暗い場所は格好の放火場所になってしまいます。照明などをつけ明るくすることで放火されにくい環境を作りましょう。3つ目はコンロによる火災防止です。料理中はその場から離れない。コンロ火災の多くは火をつけたまま放置する、火をつけたことを忘れたりすることで発生しています。火をつけたら離れない。離れるときは火を確実に消してから離れましょう。着衣着火に注意。裾や袖が広がっていると火が服に移り火傷をする恐れがあるので、袖口を絞るなど注意してください。また火が移りにくい防炎物品の使用やコンロの周りも整理整頓しておきましょう。続いては住宅用火災警報器についてお話しします。住宅用火災警報器は火災が発生した初期の段階で煙を感知し、音や光を出し火災の発生を知らせて逃げ遅れを防ぐ効果があります。ですがいざという時に正常に機能しなければ意味がありません。定期的に点検を行い適切に管理しましょう。日頃から点検を行いましょう。電池切れに注意。電池の寿命はおよそ10年で、機種や動作環境により異なります。点検ボタンを押すなどして作動確認をしましょう。掃除はまめに。埃が入ると誤作動を起こす場合があります。定期的に汚れていないか確認し掃除をしましょう。火災警報器を設置していると設置していない場合と比べて死者数が約6割に減る調査結果があります。火災が発生した場合、きちんと住宅用火災警報器が作動するよう日頃から点検をお願いいたします。最後に、火災予防期間中に松坂地区広域消防組合で行う取り組みについてお知らせします。松坂地区広域消防組合では秋の火災予防運動期間中に、さまざまな店舗や施設、事業所へ行き、消火、避難、通報などの訓練を実施します。また期間中も重点的に管内の事業所に立ち入り検査を行い、火
災の危険や消防法令違反がないか、適切に維持管理されているかなどを検査します。人の出入りがある公共施設などで防火啓発活動も行っています。住民の皆さん一人一人に関心を持っていただくことが、より一層の火災予防につながります。火災は大切な財産や命を奪ってしまう恐ろしいものです。日頃からご家庭や職場で火災予防について話し合っていただき、火の用心を心がけていただくようお願いします。